ではこのね、激辛野郎ラーメンっていうやつをね、食べてみたいと思います。まあ、私もねヨシさんに負けずとあんなにたくさん大食いはできませんが、まあ食べてみたいかなと思います。ではね、いただきます。辛いものをね食べてみたいかなと思いますが、どうぞ。来たよこの辛さが、徐々に来る、辛さですね。次々と来る。辛さでして、で今ちょうどよく雨が降ってありましたけども、この雨の降りの強さと同じに徐々に辛くなる、天が泣いておりますみたいなね、感じでますけども、徐々にですね、この辛みがじわじわっときて増していく辛さですね。で、この辛さとね、そしてこの激辛なんだ、本当に激辛ってぐらいの、辛さがこう徐々に一気にガーッとこう来るんですね。でこのおじさんは誰だよっていうツッコミがあるんですが、まあなかなかですね、こうあれなんですね。でこれでこのおじさんの顔であるみたいなね、大体こういうおじさんの顔って言うとね、大体こういうのってと野郎ラーメンっていうぐらいですかね、もっとちょっとおっかなそうな顔してるのかなと思ってますね。ですからある意味ではペッパー君とどっちがおっかないでしょうかみたいなね、もうそういうぐらいの迫力のあるお顔じゃないかなと思ったんですけども、ね、やれこっちの方がね辛かったですね。意外とそんなにね、おっかなそうな顔の人ではなかったっていうね。優しそうな感じでいて、優しそうな感じの人で、それでいて、野郎ラーメンっていうね、このギャップのでかさですよ。まあね、世の中にはそういうギャップのでかさが多い人もいますからね。優しい人ですよと見せかけておきながら何かストレスが溜まったんですよね。辛いラーメンを人に食わせるというね、すごいですよね。まあそうするとこう、まあ優しい人でもですね、普段は怒らない人ほど怖いのですね。そういうことですよ。普段怒らない人ほど怖い、それがこうラーメンによく現れてるというところですかね。それがこう何かよっぽど気に入らないことがあって、こにゃろみたいなね、じゃあ辛いの食わしてみたいな、そんな感じで辛いのをね、食わしたんじゃないかなと思います。今すごい辛いですね。で、この下手したら咳き込むくらいの辛さです。で、それだけ、豚骨の味が効いている。ただキャベツとかそういったのが少ないなっていうのが、ちょっとこれが、残念かなっていう感じですね。もうちょっと、キャベツとかそういうの多ければいいんだなと思うんですけども。でも、辛いんだけども、うまい。それでいて、この、なんていうんですかね。もちもち感がある。非常にこのラーメンは辛いんだけども、もちもち感があり、
そこがなかなかいいかなっていうところでございます。どうもありがとう。